こんにちは、ママデイズです。今回は頑固な水垢の落とし方を紹介します。頑固な水垢諦めていませんでしたか？ホットクエン酸スプレーを作っていきましょう。50度のお湯にクエン酸を溶かしてシャカシャカと振っていきましょう。水垢の気になる部分にたっぷりと吹きかけていきましょう。ラップでバッグをしましょう。1時間放置して汚れを浮き上がらせましょう。剥がしたラップでこすっていきましょう。きれいな布巾で拭き取っていきましょう。まるで新居のようにきれいになりました。